胃腸出血、または消化管出血は、口から肛門までの消化器官の出血。短時間に大量の血液を消化器官から出血した場合、吐血、コーヒー残砂吐血、血便、黒色血便などの症状がある。長期間の少量の出血は、鉄血防性貧血による疲労感や狭心症などの症状がある。その他の症状は腹痛。 息苦さ、顔面蒼白、失神などがある。少量の出血の場合、症状がない場合もある。胃腸出血は一般的に上部消化管出血と下部消化管出血の二つのタイプに分かれる。上部消化管出血は下部消化管出血より一般的である。上部消化管出血は年間大人10万人中50150人に起こる。下部消化管出血は 年間ごとな10万人中2030人に起こる。結果としてアメリカでは胃腸出血による病院患者数は年間約30万人である。胃腸出血による死亡率は5%から30%である。出血のリスクは男性の方が女性より高く、年齢とともに高まる。上部消化管出血の原因は消化性、潰瘍疾患、肝硬変。 または癌による食道上脈流である。下部消化管出血の原因は、が癌、炎症成長疾患などである。胃腸出血は通常、診療記録、診察、血液検査によって診断される。少量の出血は、検便によって検出されることがある。下部消化管と上部消化管の出血箇所は、内視鏡によって見つけられる。内視鏡でわかりづらい場合は、 医療画像が役に立つことがある。胃腸出血で特徴のある症候としては、吐血、メレナ、下血、血便といったものが挙げられる。症候によって、出血部位の予測がある程度できるとされている。一般にトライツ人体より口側を上部消化管、肛門側を下部消化管という。上部消化管出血は消化性海洋の場合が多く、胃痛を伴うことが多く、 下部消化管出血は下腹部痛を伴うことが多い。上部消化管出血の原因疾患を以下にまとめる。頻度としては消化性海洋、マロリー・ワイス症候群、移植道静脈瘤の3つが圧倒的に多い。脳血管疾患や心血管疾患の合併症としては、脳出血後のクッシング海洋や熱症受傷後のカーリング海洋が有名である。 意識障害や認知症がある場合は重要である。上部消化管出血には、ルールオブファイブという法則がある。これは、上部消化管出血量と症候を対応させたものである。国食便の原因としては、消化管出血以外にイカスミ料理、鉄材、赤ワインなどでも起こることが知られている。溶血と区別が必要な症候に滑血がある。滑血が、 軌道出血であるのに対して、溶血は消化管出血である。溶血の場合、胃潰瘍などによりあるいは十二指腸からの出血で血液が胃液による酸化を受けて黒色となる。コーヒーのカスに似ており、コーヒー残渣様と表現される。コーヒー残渣様と物は溶血で特徴のある所見である。ただし溶血でも肝硬変などに伴う、 食道常務薬類からの出血は胃液と接触しないため赤い。土物に対して尿潜血検査がなされることがあるが、テステープ検査では遺産に触れただけで、潜血陽性となるため出血の有無は、この検査からはわからない。滑血を飲み込み、それを後に溶血することもあるため、両者の区別は時に難しいこともある。滑血と溶血の区別がつかない場合は呼吸器と、 消化器の両方の精査が必要である。塗血、メレナが認められた場合は、まずは窒息の可能性がないかを評価する。吐物による閉塞がひどい場合は、気管内相関を考慮する。その後血圧にて、循環動態の評価をする。静脈の確保や輸液を行う。そして、NG チューブによる胃洗浄、食道静脈破裂を疑う場合は、 sb チューブの挿入を行う。そして、上部消化管内視鏡による診断と止血を行うのが大まかな流れとなる。吐物が赤か黒か、イカスミや赤ワインといった黒色瓶の原因となる、食事の摂取の有無、腹痛、肺部痛といった症候の有無を確認する。気用歴としては消化性海洋歴、ピロリ菌除菌歴、肝疾患について調査し、アルコールの飲酒歴、 アスピリン、エンセ生図、工業小薬、スリ、スピロのラクトン、鉄材の使用歴を調査する。慢性肝疾患の合併の確認のために、蜘蛛状血管種、首相後半等も確認する。肝炎ウイルス検査陽性であり、凝固異常が認められ、食道静脈瘤破裂が疑われれば、阻径静脈で中心静脈確保を行い、感染予防。 n g チューブの挿入を行う。まずは、バイタルサインの測定を行い、循環動態の評価を行う。上脈炉確保を行い、輸液をする。肛門鏡検査にて、自出血の有無を確認する。自出血であっても大量出血の場合は、緊急手術が必要である。少量ならば、罪悪や難弁剤の処方にて、経過観察が可能である。自出血でなければ、 内視鏡検査にて出血源の同定を行う。月血を起こす疾患の頻度では、下部消化管の方が多いが、大腸内視鏡では、全処置が必要であり、下剤の大量投与は誤炎のリスクがあること、上部消化管出血で月血が起こる場合は、大量出血の可能性があることから、上部消化管内視鏡検査から行われることが多い。上部消化管。 株症化管ともに出血源が認められなかった場合は、症状出血の可能性を考える。かつては出血新チグラフィーや血管増影が行われていた。出血新チグラフィーでは増栄 CT にて所見がない。場合は検出できる可能性が低い。近年は、症状内視鏡であるダブルバルーン内視鏡やカプセル内視鏡が用いられることもある。代表的な疾患にはなどがある。 初期治療は、静脈点滴及び輸血などの素性を重視したもので、ある。輸血は、ヘモグロビンチが70、または 80g、L 以下でない限り推奨しないことが多い。場合によっては、プロトンポンプ阻害剤、オクトレオチド、抗生物質による治療を考慮する場合がある。その他の対策の効果が見られない。 食道上脈瘤と推定された場合は、食道バルーンが施行される。24時間以内の食道、い、十二指腸の内視鏡検査、または大腸の内視鏡検査による診断治療が進められる。循環動態の安定化を行った上で、内視鏡処置など、止血術を行うことが多い。止血薬を用いることもある。止血薬とは血管壁や血小板、血液、凝固系。 専用系に作用して止血を促す薬の総称である全身投与薬としては、カルバゾクロムやアドレノクロムモノアミノグアニジン、トラネキサム酸、ヘモコアグラーゼといった薬が知られている。また局所投与薬としては、トロンビニやアドレナリンなどが知られている。1941年にディルオによって発見されたアドレナリンの酸化誘導体であるアドレノクロムが、 止血効果があると考えられていた。アドレノクロムと同様の効果と安定性を持たせた成分がカルバゾクロムやアドレノクロムモノアミノグアニジンである。カルバゾクロムやアドレノクロムモノアミノグアニジンは、組織プラスミノーゲン活性化因子を減らし、毛細血管の透過性を減少させると考えられているが正確な作用基準はわかっていない。代表的なのがカルバゾクロムである。 1> 1日いたミ 90mg 程度で用いられることが多い。トランレキサム酸はフィブリンに喫光して、プラスミノーゲンに結合して活性化を阻害することで、フィブリン分解による出血を抑制する。高プラスミン薬とも言われている。血栓、または側栓性の疾患がある患者では身長投与となる。感毛による咽頭痛を緩和する作用がある。トランサミンが代表的である。 ついたち 750mg で用いられることが多いが、添付文章ではついたち 2500mg まで投与可能である。ヘビ毒から作られた酵素止血薬である。トロンビン様作用、トロンボプラスチン様作用によって止血作用をもたらす。血小板機能更新作用もある。トロンビンとの併用は近忌であり、トラネキサム酸の併用も慎重投与である。ゼラチンアレルギーでは、 用いることができない。レプチラーゼを一クロブスイツキー単位で点滴することが多い。ありがとうございます。